トマビ知識認定コーチの西村です。本日はこちらの本のご紹介です。じゃん、パーミッションマーケティング、セス・ゴーディンさんです。セス・ゴーディンさんはですね、世界を代表するマーケティングの第一人者です。1992年にオンラインのダイレクトマーケティング会社ヨーヨー団員を設立し、 P&G やアメックスや多数の大企業を顧客にし、で1998年には同社をヤフーに売却ということで、第一線で、まあ、広告業界で活躍してた方なのですよ。ってことで、すっごい文章上手なんです。彼、このセス・ゴーディンさんの本、前別の本をジェームス・スキナーさんに、この人のこう表現はすごく上手で、うーんって感じで感心ジェームスさんされてたので、でこの本自体は私東京ミッドタウンのツタヤで買ったです。ただ古いんですよね、中身が。1999年に、まあ、出た本で、今から16年も前の本なので中身古いんです。リバイバルで出て2011年に発行されたっていう本です。なのでこの事例の中にですね、 YouTube とか、あと Amazon のなんていうかリコメンド機能の話全然出てこないので、お客様にちゃんと個別に許可取ってから物を売ろうよっていう、まあそんな話なんです。個別のお客様にこう密接な関係を築くことが今のネット社会はできるぜみたいなお話なんですね。かなり彼の予測実現もされてるんだなっていうふうに読んでて感じました。牛乳屋さんの逆襲、つまり昔牛乳配達って個別の配達だったでしょ、各家の前に。そんな感じで、あのパーソナルな豆さっていうのが現代のマーケティングは必要だぜっていう、まあそんな話です。ちなみにセス・ゴーディンさん、テッドの中でトライブって話してんですよね。トライブって部族とかっていう意味です。現代はこうコミュニケーションっていうのは気が合った者同士、趣味が合う者同士、部族なすもんだみたいな、そんな話でした。彼のお話は本もそうなんですけど、非常になんかウィットに富むっていうか、ユーモアあふれる感じで、やっぱ上手ですので、興味がある方、新しい本ぜひチェックしてみられることよろしいかもしれません。